ドベンチャーです。今回はですね、こちらのウスネオイデスを育てる際にやってはいけない3つのことということで紹介していきたいなと思います。はい、ではやってはいけないこと、まず1つ目なんですが、ソーティングです。バケツとかに水を張ってそこにウスネオイデスをジャブッと入れて引き上げるっていうのをソーティングっていうんですけど、ソーティングするとですね、やってもらうと分かるんです。こういう束が多ければ多いもの、多ければ多いものほど本当に水吸って重くなるんですよ、引き上げるときに。なのでその引き上げる際に傷みやすいんですね。少量であればそこまで問題はないんですけど、ちょっと実際にやりますね。ここにバケツに水を張ってあるんですけど、ここにジャブッと入れて、でやらないでほしいのは一箇所持って真上にこう引き上げるっていうのをやると、その重みで傷んでしまうので、入れたらこう両手でできればこう引き上げてください。そうするとダメージがないので、基本的にソーキングじゃなくて霧吹きで上げてもらえれば一番いいかな。危なかった今。で、基本的にはソーキングじゃなくて霧吹きで上げてもらえればその方が安心かなと思います。でここまでの量あると霧吹きすごい大変なので握力すごい使うんですよ。なのでこれを使ってもらえるといいかなと思います。ブログの方で今日紹介するものリンク貼っておきますので、よければ概要欄からブログの方まで見に来ていただければなと思います。でこれなんですけど、こんな感じで圧を入れていくと、シューって言ったじゃないですか。こうなったら使えるよっていう意味になるんですけど、これでいきますよ。ただこうカチッて押すだけで、こんな感じで水が出るので、すごい使いやすい。で濡らすときにできるだけ全体を濡らしてあげたいので、いろんな角度からで、なんか中とかも水を入れてあげるといいかなと思います。こんな感じでストリクタとかキセログラフィカとか、あとこっちの方にストレプトフィラとかもまだたくさんあるんですけど、こうやって釣ってるやつとかもいてラクマとかで購入していただいた際に、おまけでプレゼントしてるエアプランツたちになります。これだけいると水やりが本当に大変なので、イオナンタとかキセログラフィカとか他のものは全然ソーキングでも、ソーキングというか一回ジャポンってつける、ディッピングか、ディッピングになりますね。全然他のウスネオイデス以外はディッピング普通にしてもらって大丈夫なんで、はい、続いてやってはいけないこと2つ目はですね、寒い日の夜の水やりです。エアプランツっていうのは気候があって、その気候が夜になると開くと言われてるんですけど、定かではないんですよね。というのもそれを裏付ける証拠がなくって、エアプランツの専門店に行った時にそのオーナーの人とちょっと喋らせてもらったんですけど、あれ嘘ですよってそのオーナーの方は言ってて、全然夜に気候が開くなんてことはないんでっておっしゃってたんですよ。でそれが本当かどうかは分かんないんですけど、ただ夜寒い時にそれでも水をやるっていうのは最初の頃やってたんですけど、体感ですけどなんか育ちが悪くなったんですよ。なのであまりおすすめしないです。で反対に寒い日日中に水やりをして枯らしてしまったとか弱ってきたっていうことがないので、ぜひ寒い時は暖かい時に水やりをしてほしいなと思います。はい、それではやってはいけないこと3つ目なんですが、こういうバルコニーとかの手すりだったらペタッとかけても風が通るので、バルコニーだったら常時風があって、こう後ろも直射日光が当たらないように一応麻で遮光してますけど、風は通るようになってるので大丈夫なんですけど、部屋の中とかでこう壁にかけたりすると、その壁に面してるところが蒸れて枯れてきたりするんですよ。で蒸れるとどうなるかっていうと、見えますかね、ちょっと茶色い部分あるんですけど、
群れるとこういう茶色になって枯れてしまうってことがあって傷んでしまうので気をつけていただけたらなと思います。で、群れに本当弱くて、今年はこういう風に遊牧にかけて育てるようにしたんですけど、ずっとこう垂らして育ててたんですよ。この状態ですね、こういう垂らした状態で育ててたら中の方が群れてやっぱりこういう風に茶色くなっちゃったんですね。なのでできればこう流木とかにこういう風にかけて育てていってあげれば、あの乾きやすいので群れずに済むかなと思います。そこまで量がなければこういう風に垂らしてもらえればいいかなと思うんですけど、どのぐらいの量を育てるかでちょっと変わってくるかなとも思います。今日は僕のチャンネルを見ていただいてありがとうございました。熱帯植物栽培家の杉山さんという方がすごく詳しくウスネオイエスの育て方を紹介しているので、そちらもぜひご参考にしていただけたらなと思います。で、こちらのウスネオイエスは株分けをした状態で落馬の方に出品しているので、もしよかったら落馬の方をご覧いただけると嬉しいです。概要欄の方に落馬のリンクを貼っておくので、もしご興味があればそちらに来ていただければと思います。はい、ということで室内で管理するときはぜひ群れに気をつけていただいて、あのサーキュレーター回したりだとか窓を開けて換気するといったことをやっていただければと思います。濡らしたそばからもう乾いてきてるので、外管理が一番おすすめです。雨ざらしにするとかなりよく育つので、もう外で雨に濡らして育ててほしいなと思います。もしできればそれが一番育つと思います。それではバイバーイ。